ハビエル・フェルナンデス・ロペスは、スペインの元フィギュアスケート選手。マドリード出身。トロントのクリケットクラブ所属。主要な戦績は、2018年ピョンチャンオリンピック銅メダリスト。世界選手権に連覇。冬季オリンピックのスペイン代表としては3大会連続で出場。2014年ソチオリンピック4位。 2010年バンクーバーオリンピック14位、欧州選手権7連覇など、ISU ジャッジングシステムのもとに開催された国際大会において、史上2人目にショートプログラムで100点、フリースケーティングで200点、トータルスコアで300点超えを達成した男子選手である。フェルナンデスとブライアン・オーサーコーチ2011、グランプリファイナル2015、2016、 ISU グランプリファイナル銀メダル2015年グランプリファイナルのエキシビション姉のラウラが始めたのをきっかけに6歳でフィギュアスケートを始める2006年以来スペイン男子シングル競技の第一人者であるスペイン選手権ではジュニアクラスでの優勝を続けたがこの間に男子シングルでシニアクラスの競技者は延べ1名しかおらずフェルナンデスなど ジュニアクラスの選手の方が、はるかに高いスコアを記録していた。4回転は、トーループとサルコーの2種類を飛ぶことができ、2011年の世界選手権フリースケーティングでは、サルコーにターンが入ったものの、両方を成功させた。2008年、当時17歳だったフェルナンデスは、ニコライ・モロゾフのサマートレーニングキャンプに参加し、モロゾフにアメリカに渡って、 トレーニングをしないかと誘われたことをきっかけに、ニュージャージー州発見サックに拠点を移し、モロゾフに指示する。その一年半後、モロゾフがアメリカを離れて、ロシアに帰ることにしたため、モスクワやラトビア、イタリアなど世界各地のリンクを数ヶ月ごとに移動しながら練習することになり、拠点の定まらない生活に疲弊したと語っている。2009から2010シーズン。 オリンピック初出場のバンクーバーゴリンでは14位。よくで2011年、満足な指導を与えてくれないとして、コーチをニコライ・モロゾフからブライアン・オーサーに変更。2011から2012シーズン、スケートカナダで2位となり、初めてグランプリシリーズの表彰台に立った。さらにロステレコムハイでも2位となったことで、スペイン人として初めて、 グランプリファイナルに進出した。ファイナルでも2種類の4回転ジャンプをすべてクリーンに決め、3位と高成績を収めた。しかし、続く欧州選手権では FS でジャンプミスが相次ぎ、6位に終わった。世界選手権では5位以内に入ることを目標とし、SP で5位につけるも、FS でスタミナ切れからミスが目立ち14位と失速し、9位に後退した。 2012から2013シーズン、スケートカナダで優勝。スペイン人のフィギュアスケート競技において、ISU 主催の大会での初の金メダルとなった。グランプリファイナルでは、パトリックちゃんにわずか0.04点及ばずメダルを、逃すも、FS では3度の4回転ジャンプに成功した。3度の4回転ジャンプに成功したのは2006年、ロシア杯で、 ブライアンジュベールが達成して以来6年ぶり5人目である。欧州選手権では SP では2位だったが FS で逆転し優勝。スペイン人初めての欧州王者に輝いた。世界選手権では SP で7位と出遅れたが FS で挽回して総合3位に。スペイン人で初めてとなる世界選手権の銅メダルを手にした。二千十三から二千十四シーズン。 2013年、NHK 杯で5位、ロステレコム杯3位で、3年連続の GP ファイナル、進出はならず。その後のスペイン選手権で3年連続優勝、続く、欧州選手権で2年連続優勝を果たし、2大会連続五輪代表となる2014年、ソチオリンピック選出となった。そのソチ五輪、男子シングルの SP は3位につけた。 しかし FS では終盤のサンサルコーがシークエンス扱い4回目のコンビネーションとなるザヤックルール違反を犯してしまい無得点になるミスが響き総合4位入賞に総合3位のデニステントはわずか1.18のポイント差で惜しくも五輪メダル獲得はならなかった世界選手権では SP で自己ベストを更新し2位 FS では3ルッツのコンボが1ルッツとなるミス等で順位を落とすもトータルスコアで自己ベストをマークし総合3位2年連続で銅メダルを獲得した2014から2015シーズンスケートカナダで2位ロステレコム杯ではグランプリシリーズ2勝目を果たす地元スペインのバルセロナで開催された グランプリファイナルでは SP で5位と出遅れるも FS で挽回し銀メダルを獲得した。欧州選手権ではアレクサンドル・ファデイエフ以来26年ぶりの3連覇を達成した。世界選手権ではスペイン人の選手としては初めて金メダルを獲得した。2015から2016シーズン中国杯、ロステレコム杯とグランプリシリーズで初めて連勝。 二年連続で地元スペイン開催となったグランプリファイナルでは FS で初めて200点を超えるなどし前年と同じく波ユ譲ルに次銀メダルを獲得したスペイン選手権の SP では自身初の二度の四回転ジャンプに成功した欧州選手権では SP で自身初めて国際大会で100点を突破し1位 FS でも1位となりトータルスコアでは 自身初めて300点を超えた。2位に60点以上の差をつけて圧勝し、オンドレー・ネペラ以来44年ぶりの4連覇を達成した。世界選手権では、SP で12.04点の差をつけられ2位スタート。FS では、すべてのジャンプをクリーンにランディング。振り付け、音楽の解釈の2項目で10.00点満点を得る高評価で、逆転優勝を果たした。 2016から2017シーズン、グランプリシリーズを連勝するも、グランプリファイナルでは4位となり、表彰台を逃した。欧州選手権では5連覇を果たした。世界選手権は SP で、自己ベストを更新し、首位に立つも、FS のジャンプが乱れ4位に順位を落とし、5年ぶりに、メダルを逃した。2017から2018シーズン、3大会連続五輪出場となる。 ピョンチャンオリンピックでは SP でほぼ完璧な演技を披露し、羽生譲るに次ぐ2位につけた。FS では中盤での4回転サルコーが2回転に抜けてしまったが3位入賞を果たして念願だった五輪初の銅メダルを獲得した。現役続行を表明したものの1ヶ月後の世界選手権へは出場を辞退した。2018年11月。 2019年1月開催の欧州選手権を最後に引退することを表明した。同大会では7連覇を達成し、1929年から1936年に8連覇したカール・シェファーに次ぐ男子シングル歴代2位の記録を持って競技生活を締めくくった。ありがとうございます。